し。はい、お疲れ様です。今日はね、今三原市本郷町のあたりに来てますけど、高知インターで高速降りて、広島空港に向かう道から、左にそれて降りて、今これ59号線になるんかな。普段ね、もうほぼほぼ走らないとこ、まだこれ多分人生で2回目じゃないかな、この道走るのはっていうぐらいの、実際これ今どこか分かりません。どういう地名のとこか分かりませんけど、まあ本郷町の三原市本郷の処分場に今向かってます。もうあと5分ぐらいで着くんですけど、竹原工業流通団地って書いてあるね。ここで右折。よっしゃ。で、後ろね、あの私の後ろを今現場監督さんが追跡写真撮りながらずっとね、広島市内の現場から追いかけてきてます。はい、1時間弱今走ってきましたけど、ずっと山陽道監督を引っ張ってきました。ひな内、これカーブミラーがないけどちょっと怖いね。よいしょ、OK。 さあ、いつ来たっけな、3週間前ぐらいに来たんかな、茶前くんとね。要はね、アスベストを運搬しおるんですよ今。でアスベストの処分場がこの近くにあって、慎吾さんとか、ね、吉和さんとか、そう、もうここへたまに持ってくる、持ってきよってですよね。持ってきよるんか、まあ多分おろしに来よるんだと思うんですけど、こんな感じで、あとずっとね、山道です。これが49号線、あと3キロぐらいで着きますけどもね。とりあえず事務所に着いて、でこれ持ってきました言うて会社名口頭で言って、そうで、マニフェストはまあ電子マニフェストなんで、出すことはないし、で、処分場まで上がって荷下ろしして、あ、その前に今日はちょっと写真撮りがあるんでね、看板の前で写真撮りして、ここで荷下ろし状況も撮ってみたいなね、そういう流れになりますけど、やっぱね、後ろに監督ついて走ってきおると思うとね、やっぱ気使いますね。チラチラこうバックミラー、サイドミラーで監督ついてきおるかなって確認しながら走らないけんしね。まあね、ほぼほぼ高速道路だったんで、はぐれることはなかったですけど、あれが一般道だったらね、信号のタイミングではぐれたりする時とかもあるんで、あれをね、気遣いながら走るんが、この追跡写真、写真撮りの時の、まあ大義いとこですね、めんどくさいとこ。そう、監督気にしながら走らないけんのんでね。じゃあもう着くぞ。はい、とりあえず処分場に荷下ろししていきたいと思います。はい、今ね、あの処分場入り口の看板のとこで監督さんが写真を撮ってます。終わったかな。OK。茶前くんが、茶前くんも今一緒なんすよ。茶前くんが今先に上がっていった。はーい、OK です。 OK、 こちら上がっていきます。一番ベッドですけど、あ、はい、あれの近さぐらいで、あ、はは、こちら側の方へ、あ、向こうからこっち向いて、はい、わかりました。よっしゃ、今ちょっと卸し場の説明を受けました。広いな。よいしょ、うわやったやな、跳ねすぎやろこれ。
ちゃ舞くんの横行こうかね。こんな感じでね、結構まあこんな感じでって見えんと思うけど、参拝トレーラーとか大型のアームロールとか止まってます。横でええそこ。横でええかね、横でええかね。おまあれファンファン寄ったけど、あれまだ向こうと。まだ向こうだったみたい。ちょっと下ろすとこが普段こんとこなんでね、そう勝手がわからんのんで。よいしょよいしょ、じゃあ俺は茶舞くんの横に下ろします。いやちょっと待ってよ、よいしょ、ほこりがすごいからね。よいしょ、これで1500回転ぐらいか。結局ね、あの吹かし上げてもね、あのアームがダンプアップするそのスピード、あれは変わらんもんでね、じわーっとやるのが一番です。降りたかな。わかりました。はい、いいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。終わりましたよ、処分が。終わりました。どこ行く今から。今から多分買いたって言うんだもん。買いたどこへ、わからんのね。聞いたことない街だ。ああ。買いたの。うん、あほな。手積み。書いたでもまだ知らんようなとこがあるんだ、ね、走ってきたね。俺結構煽られよったっけね、監督に。だいぶ煽られよったね、あれ。うん、そうよ。右振られ、そうそう、左振られ、何しようかな。結構この山道がこんなに下りがきつかったかな思うてね。あ、2回目じゃん、まだ来たの。そうそう、で排気も効かんしね、予備車全然。あ、ほんまよね。そう、もらってきました。僕マウンテンもらいました。僕真っ黒月経で。真っ黒月経がいいんじゃろうかお前はって言われた。この前もらったんだろ、また。そうそうそう、あれしかもペットボトルだっけ。ペットボトルを紙コップ に、そうそうそう、ついてくれるんか。だけどもう2回飲んだら紙コップブヨブヨになってるよね。そう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 。あれで飲んだけど、百均で買ったような分じゃろ、あの、そうそうそう、兼尿するような。そう、あの全然コーティングも何にもついてないやつ。染みてから、あ、旬でからね。旬でからね、もう真っ黒けっけよ。そうそう、あれか、うん。やっぱり今も茶舞くんと言ったんですけど、アスベストの処分場はやっぱどこ行っても同じような匂いがするねっつって。そうそう。あの調子悪い時のヘみたいな匂いがするよね。そう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 。あ、これちょっと調子悪いわっていう時の、うん、そう、ガスの匂い。そう。なんとも言えんね。ほこりもすごいし。すぐ真っ白になるよ、トラックが。おっさん顔真っ白になって走ってきとったの。そうそう、走り方がすごかったよね。こうやって肩より足が開いとったけどね。確かに足が前じゃなくて横から前に出よったよね。そうそうそう、こうグリコのおもちゃみたいな走るから。じゃあそんな感じで、お互い行ってきたいと思います。今からまた頑張ってこう。じゃあ暑いけね今日も、うん、ありがとうね、ごめんね、ちょっとなんか引き止めたみたいで、こんなんでよかった。トークはまあ、うん、80点ぐらいしか出せんけど、結構高いね。調子悪いけ80点だけどね、いつもだったらあれだけど100点ね、うん、丸お母さんも桜色。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またエリアおられてるね。よし、はい、じゃあ今何時、10時44分じゃね、もう。はい、処分場出てきました。はい、国道2号線の下りで、今から、私は東広島市黒瀬町の方にコンテナ入れ替えに向かいます。
写真撮りでね思い出したけど、昔は僕入った頃はね、追跡写真もう全部運転手が一人でやらされてからね。じゃあけも国道とかさ、そういう主要道路の道路標識の下ですよね、今こういうところを走っていますっていう標識が映らんといけるもんで、だからもう国道でもどこでもね、ほんま道のヘリに車止めてね、ハザード焚いて、ここで黒板持って、でカメラでねカシャッと撮影するみたいな、結構危ないことさせられよったんですよ、車がバー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 走るとこをね。そうそう、だけどそれはもうちょっと危ないんでやめてくれいうことでね、あの現場の方に言って、でそれからですね、監督がちゃんと後ろから車でついてきて、ほで助手席にもう一人乗って走りながらもう写真で撮るというね。そうじゃけもう一切止まる、途中ね止まることがないなったんですけど、うん、結構危ないことさせられてました、はい、よっしゃ、じゃあぼちぼちどれぐらいかかるかな、黒瀬までナビセットしてないけど多分30分ぐらいあれば行くんじゃないかなと思うんですけど、はい、今竹原ですねここは、はい、じゃあこの後も安全運転で突っ走っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日。